1992年11月、スバルはインプレッサ WRX を発表した。名前からもわかるように、この車は WRC 世界ラリー選手権で勝利するために生まれたピュアスポーツセダンだ。コンパクトなボディに搭載されたエンジンは EJ20 型水平対向4気筒ターボで、最高出力240馬力、最大トルク31キロを発揮した。1ヶ月半前に登場した三菱ランサーエボリューションとの最大の違いは、ランエボが限定車であったのに対し、 WRX は歴としたカタログモデルだったことである。94年1月、そのインプレッサ WRX に STI ことスバルテクニカインターナショナルが手掛けたスペシャルモデル STI バージョンが加わる。これは WRX に単造ピストンやストラットタワーバーといった STI のスペシャルパーツを組み込んで性能向上を図ったモデルで、エンジンスペックも最高出力250馬力、最大トルク 31.5 キロまで向上していた。さらに94年10月、インプレッサはマイナーチェンジを受け、WRX のスペックも最高出力が260馬力へと向上する。これを受けて STI バージョンにはモータースポーツベース車両であるタイプ RA をベースにした WRX タイプ RA-STI が追加され、最高出力275馬力、最大トルク 32.5 キロというハイパワーを達成したのである。翌95年8月には WRX-STI バージョン2が登場する。このモデルはスペックこそ前年と変わらないが、ベース車両を WRX と WRX タイプ RA、 そしてワゴンにまで広げたのが特徴だった。同時に WRC マシンと同じ555カラーのレプリカモデルがセダン500台、ワゴン100台という台数、こうした市販車の動きと呼応して、この年インプレッサは WRC 初のシリーズタイトルを獲得し、その人気を強固なものとしたのである。